なぜ力が最強なのか。こんにちは、春雷です。三国志で最強の将軍といえば魏、呉、蜀の名将たちを思い浮かべますが、三国時代に入る前には三国志最強と謳われた将軍呂布がいました。呂布の前半生は群雄の配下将軍として、その勇猛さで重用される敵対する群雄に恐れられた存在でした。そして2人の主君を自ら殺害した後は群雄の一人として独立し、戦乱の中で群雄がひしめき合う中華で、その武勇で瞬く間に天下を争う群雄の一人となったのです。今回は呂布がなぜ最強と称されるようになったのかのエピソードを紹介していきましょう。呂布の出生と武勇の歩み。呂布の生まれは中華の北方の地、平州と言われています。南郷土との国境近くで騎馬遊牧民の多い地域でした。呂布はもしかしたら騎馬民族と漢民族との混血、または騎馬民族出身だったのかもしれません。そのため幼き頃より馬術と弓術に秀でており、人並み外れた腕力を持ち、武芸と勇猛さを兼ね備えた人物だったのです。平州刺史丁原にその武勇を見出され、配下に加えられました。そして丁原が呂布を連れて首都洛陽の混乱を治めに朝廷に駐留した時に、董卓の目に留まります。董卓はよほど呂布の勇猛な姿に心を惹かれたのでしょう。呂布を巧みに誘惑し心を奪い、その結果呂布は丁原を裏切り殺害して董卓配下となるのです。そして呂布の武勇を生かし、董卓は自らの警護を呂布に任せます。そのため敵対する勢力は呂布の武勇を恐れて朝廷で董卓に手が出せなくなってしまいました。董卓が呂布の武勇をいかに重要視していたかよくわかるエピソードですね。董卓は西方異民族との戦いで活躍し、配下も呂州の勇猛な将軍を多く抱えていました。そんな人材豊富な董卓ですら呂布を欲しがったくらいに、丁原の下での呂布の武勇は天下に鳴り響いていたようです。三国志史上で稀な一騎打ちを制す。首都洛陽で董卓の護衛としてその武勇を誇った呂布でしたが、今度はその武勇を董卓と同じように利用する者が現れました。朝廷の最高官位、首都の王院です。王院は董卓の漢王朝と洛陽での悪行の数々を憂い、密かに董卓暗殺を計画していました。そこで王院が目をつけたのが呂布でした。王院と呂布は同郷だったために普段から親交があり、密かに呂布を董卓暗殺計画に引き込むことに成功します。そして警護役の呂布に裏切られ、董卓は殺されます。その後は董卓残党軍と呂布軍との戦闘になるのですが、ここで呂布は三国志の史実にたった2例しかない将軍同士の一騎打ちで董卓軍将軍郭汜を破る武勇を見せつけるのです。ちなみにもう1例は孫策と太子時の一騎打ちであり、将軍同士が一騎打ちをすることは非常に稀で、呂布の武芸への自信と実力を天下と後世に知らしめる大きなエピソードとなりました。しかし戦闘では董卓残党軍の圧倒的な兵力に押され敗退し、王院は殺害され、呂布は配下を連れて各地を放浪することになるのでした。董卓配下の時代に呂布は反董卓連合との戦いで将軍胡辰の副将とし参加しました。しかし呂布は胡辰と非常に不仲だったために、胡辰が負けるように偽情報を流し軍を混乱させました。呂布の味方への裏切り癖は董卓配下時代にすでに出てしまったのです。袁紹と曹操と渡り歩く呂布。洛陽を追われわずかな配下を連れて放浪した呂布は紀州で勢力を拡大した袁紹を頼ります。袁紹は公孫山と黒山族の長遠に挟まれ苦戦していました。そこで武勇に名高い呂布を受け入れ長遠を攻撃します。黒山族は山賊や盗賊の集まりで数万規模の兵力があり、
幾度も漢王朝の討伐軍を破るほど勇猛でした。呂布の手勢はわずかでしたが、得意の騎馬突撃を何度も黒山賊に仕掛け、ついに袁紹軍でも歯が立たなかった黒山賊を撃破して離散させる活躍を見せます。この武功に袁紹陣営では陣中に呂布あり、馬中に関とありと、愛馬関と馬とまたがる呂布の武勇を称賛しています。いつしか人々は呂布の武勇を称え、前漢の名将李昂と同じ呼び名、飛将軍とも呼ぶようになっていました。こうして袁紹の下でも武勇を響かせた呂布ですが、過去の裏切り行為を危険視した袁紹に警戒をされ、兵力の補充を断られた結果、呂布兵の略奪行為を招き、袁紹の下を追われ再び放浪することになります。その後は様々な地を転々としている時に、曹操を裏切った陳宮の誘いに乗り、呂布は曹操が遠征で留守にしていた曹操軍の本拠地袁州を攻撃します。勇猛な呂布と陳宮の知略で瞬く間に多くの城を落としました。曹操軍が慌てて遠征から戻り、呂布軍と戦闘となりますが、呂布の武勇の前に曹操自身も火傷で負傷するなど大敗してしまいます。しかし公害と寒害が起こり、双方が食糧不足に陥り、戦いは長期戦となります。その間に体勢を立て直した曹操軍は知略の限りを尽くし、辛くも呂布軍を破りました。そして呂布は徐州の劉備を頼って落ち延びていくのです。一大勢力となる袁紹にその武勇を称され、曹操を破り、英雄たちと一歩も引けを取らない活躍をするものの、最後には追い出されてしまいます。元々の拠点がなく手勢の兵力で劣る呂布は、兵力拡大の拠点を求めて徐州に目をつけるのでした。劉備との争い、最後の日を迎える呂布。徐州を治める劉備を頼った呂布はひとまずは受け入れられ、その傘下となります。劉備はその直後に袁術との戦いをするために徐州を留守にしていました。その隙をつき、呂布は劉備を裏切り徐州を乗っ取ってしまいます。そのため劉備は徐州へ戻ることができず、勝敗に入ります。ついに呂布は本拠地を手に入れ、兵力を拡大していくのです。そして袁術軍が劉備のいる勝敗へ大軍で攻め込むと朝廷に入ります。呂布は矛を地面に突き刺し、この矛に一発で矢を命中させることができたのなら袁術軍は兵を引くようにと伝え、その難しい的を一発で命中させ、両軍の和睦を成立させています。その後は勢力を回復した劉備を警戒し、勝敗から追い出し、その結果劉備は曹操のもとへ逃走します。こうして呂布が治める徐州の地をめぐり、呂布と袁術と曹操、そして劉備が争い、戦いは激化していくのです。曹操の朝廷で劉備は一旦は勝敗に戻り、袁術は再び大軍で徐州に攻め込んできます。数で圧倒する袁術軍でしたが、呂布陣営は袁術軍の将軍2人を裏切りに成功、呂布軍が大勝します。袁術を破った勢いで再び劉備を攻撃して破り、劉備の救援に来た曹操軍の援軍夏侯惇をも破り、徐州を完全に制圧します。しかし今度は曹操自らが大軍を率いて劉備と共に徐州に攻め込んできました。ここまで来ると今まで裏切りを続けた呂布に味方する軍員は誰もいなくなっていました。いくら武勇に優れた最強の将軍である呂布も孤立無援の中で、曹操軍の大軍の前には本拠の可否に籠城するしか手がなく、水攻めと配下の裏切りによりついに曹操に捕縛されて処刑されてしまうのでした。呂布が最強と呼ばれる理由には、光純と張良の2人の名将が最後まで呂布に従っていたからでしょう。光純は清廉潔白で威厳があり、統率力に優れ、戦闘になれば必ず敵陣を落とす指揮能力の高さから
漢陣営の異名を誇っていました。呂布とともに捕獲され潔く処刑されています。もう一人の長領は信仰のあった関羽が間を持ち曹操に仕え、その後は曹操軍で屈指の活躍を見せ、後世に名を残す名将となりました。三国志演義の呂布。では最後に三国志演義での呂布をご紹介しましょう。史実よりも最強なエピソードが多くなります。古老間の戦いでは首相として董卓軍を率い、反董卓連合を圧倒し、関羽と張飛と劉備の3人まとめて一騎打ちで相手をします。曹操軍との戦いでは一騎打ちで巨著と天衣の2人をまとめて子供扱いにあしらっており、さらに夏侯惇、夏侯淵、李典、学信を加えた6人相手でやっと呂布を退かせたほどです。演術軍と劉備軍の朝廷では史実通り矛に矢を当てるのですが、わざわざ酒を飲んで酔った状態で見事に矛に矢を当てる武芸を見せています。いかがだったでしょうか。呂布がなぜ最強と称される理由を紹介しました。時の権力者から頼りにされ、軍を率いても少数の兵ながらも名馬関鳥馬を乗りこなし、大軍を打ち破る武勇と統率力で最強の名を欲しいままにしました。ただ拠点を持てなかったための兵力不足と、参謀であった陳宮や高順の策をたびたび取り下げたために最後の詰めで敗れてしまいました。呂布が何度も主君を裏切り殺害したために、他の将軍から全くもって信用されず、その軽薄さと一貫性のない行動から常に警戒されて孤立していったのも敗れた大きな要因だったのです。最強の武勇があった呂布ですが、同時に多くの弱点を抱えていた将軍だったのでした。当時のモノノフの気持ちになって物事を推測する、今後も三国志の世界を生きた英雄たちの物語を紹介していきます。このチャンネルを応援いただける皆様、高評価チャンネル登録をお願いします。また皆さんのご意見や感想もコメントでいただけると励みになります。それではまた。再见。